皆さんこんにちは、真鍋美容です。本日は私が普段やっている体のケアについてご紹介できたらいいなと思います。自分が普段から使っているものを今日はご紹介していくんですけれども、皆さんどういう感じでケアされてますかね。なんか結構ランナーさんだと、まあ、ストレッチも含めていろいろと、なんか今だといろんな器具があると思うんですけれども、ご自身で調べたりだとかしてやっている方もいるかと思うんですけれども、私は今日、普段使っている、商品でハイパーボルトという、これ結構、いろんな種類があります。ハイパーボルトの中でも3種類ぐらいあって、ハイパーボルトプラス、あとハイパーボルト、あとハイパーボルト5だったかな、が今あって、それぞれなんか重さも違うし、こうちょっと圧というか振動も違うようで、私はこのハイパーボルトを使ってるんですけれども、これを使ってこうマッサージとかするようにしています。私が初めて使ったのがトレーニングの行ってるところのトレーナーさんがこれを活用していて、もうトレーニング終わった後にすぐにちょっとほぐそうかって言って、マッサージじゃなくてこのハイパーボルトを使ってほぐしてくれたんですけども、すんごいもう全然違うと思って、普段からケアももちろん行ってたんですけど、その時ケアの部分もいいんですけども、すぐにこうやって手軽にできるのはありがたいなと思って、その後私も、これを使うようにしています。でこれが、筋膜リリースって言って、その筋膜っていうのが筋肉を包んでいる膜を表すんですけど、それがやっぱり張り巡らされているので、そこをしっかりとほぐしていくっていうことが重要で、そこがやっぱり固まってしまうと動きが悪くなったりだとか、パフォーマンス低下にもつながるので、例えばしっかりと練習されている方がずっとやっぱりこうトレーニングをやり続けて、ケアもなくっていうこと、ケアをせずに過ごしていくと、どうしてもやっぱ筋疲労が出て怪我につながったりだとかもすると思うので、こういう器具も使ってやるとすごくほぐれますし、いい状態でトレーニングが継続できるんじゃないかなと思うので、すごくおすすめです。で実際に血流をこう促してくれる作用もあるので、血流を良くするために使うこともできるので、なるべくいい状態にしてくれていると思います。で私もこのハイパーボルト のホームページを見たんですけど、実際にこう歯磨きをする感覚でしっかりと筋肉もブラッシングしてあげてくださいっていう風なことも言っていて、まさにそうだなと思っていて、なんか歯磨きって必ず毎日やりますよね。ご飯食事終わった後とかすると思うんですけど、なんかケアも同じだなと思って、歯磨きをするようにしっかりと筋肉もブラッシングするようにケアをしてあげることによって、また虫歯もなくじゃないですけど、怪我もなく走り続けられると思うので、ぜひぜひこの、機械、このハイパーボルトではなくていいと思うんですね。他にも本当に値段結構様々で、安いのは安いし高いのは高いのってあるんですけれども、ちょっと見比べてみながら量販店とかで確認しながらでいいと思うんですけれども、ぜひこういう器具も使ってみるのはいいんじゃないかなと思います。で実際に、ハイパーボルトはここのところでオンにしたら、もう3段階で振動が変わります。今2番目の段階、次3番目の段階って感じで、結構3段階目は強烈です。でももしかしたらその結構がっつりマッサージをしている方とかはいいとは思うんですけれども、自分自身使ってみて1がちょうどいいな、これぐらいなんですけど、音はねそんなに気にならないんですけど、当てるとこういう感じで、で2、これ2段階目、3段階目って感じでこの振動がきます。でもう本当にこのワンプッシュだけなので使いやすいですし、実際にこれ 1.1 キロです。で、ハイパーボルト、5だと半分の600ぐらいなので、なんか自宅で身軽に使いたいなっていう方はそういうのでもいいかもしれないです。なんか重さでこうだんだん持ってて疲れてくるっていうパターンもあるかと思うので、そのあたりは重さも検討してもいいんじゃないかなと思います。あとはコードレスなので充電だけしといて、あとはもうこうやって抜いて
できるようになるので、そのあたりもいいですし、あとは実際に今これクッションっていうタイプのアタッチメントをつけています。これもポンってこうやって抜けるタイプです。クッションタイプで、あとはこれがラウンドって言ってこのタイプもあって、なんかこう全体的にどちらかというとこう優しくやってくれる、あの圧がかかる感じのイメージです、私の中では。で、フラットっていうタイプもあって、これだと結構まんべんなくしっかりついてくれるというか、ほぐしてくれる感じがあって、あと実際にこのフォークっていう、あの結構呼び方皆さんバラバラっぽいんですけど、ハイパーボルト のホームページを見るとこれはフォークって書いてました。フォークの形のような感じだからかな。これをあの普通につけて、あとふくらはぎとか足裏とかにはこれを使って、結構ピンポイントでくるタイプです。これ実際、5個なんですけど、今これあとピンポイントに使っていく、これとかこの形もあります。そしてなぜか5個入ってると思ったら、もう1個プラスでウルトラの体重がなぜか入ってるこれね、完全に息子の仕業です。これは使えませんもうやだ、なんかこういうね、ちょっとしたあのなんてですか悪さをするようになりました、4歳児息子です。まあ、実際にこの、ハイパーボルトは、5個の5つのアタッチメントを使って、ポイントに合ったものを使っていきますけど、あの実際に私は今あのこれからちょっと紹介していきますけど、これには大体これを使っていますって紹介するんですけど、まあ、実際皆さんも使ってみて、あ、意外とこっちのアタッチメント使えるかなって使って、絶対 OK だと思います。あの無理ない範囲でじゃないですけど、ご自身に合う形であのアタッチメントは変えていいんじゃないかなと思います。で、1回の充電で最大2時間いけるので、そのあたりもすごく簡単にあの取り入れられることができるのでいいんじゃないかなと思います。で、実際にまずは、首と、肩周りあのやっていきたいなと思います。私は実際にこのラウンドと言われる丸いボールを使って、これをはめてほぐしていきます。で、本当にもうこの首のあたり実際に動かし、ほぐしていくんですけど、注意点が一つの箇所にずっとあの長い時間置くっていうことはあまり勧められていないようで、なのでなんかこうゆっくり動かしながらあのほぐしてあげるといいと思います。で、長時間利用するっていうよりかは、一箇所のところをやったら次他の箇所っていう形であの動かしてあげることが一番いいかなと思うので、そのあたりちょっとあのやりながら、もし持っている方、あとこれから検討する方はぜひちょっと注意しながらあの取り入れていただけたらなと思います。この首の上部から肩甲骨にかけてしっかりとほぐしていくんですけど、このあたりも結構この持ち手も長いので、あんまりあの無理なく後ろの方までいけると思います。肩甲骨まで、骨のとこだけ気をつけていただいて、こう筋肉をほぐすような形でやってあげるといいと思います。で、あの右側が終わったら左側っていう形で動かしてあげると、あのほぐしてあげるといいと思います。で、プラス例えば、肩周りやったらちょっとあのストレッチを加えるとか、プラスアルファであのできる範囲ご自身でも伸ばしてあげたりとかするといいんじゃないかなと思います。で、次は、太ももの前、ラウンドだったりこのフラットっていうものをあの私は使うんですけど、このあたりもご自身の好みで全然いいと思います。で、これも全体的にこう捉えてくれるタイプなので、フラットは太もものこう前側、内側をやっていきたいなと思っていますけど、皆さんも普段多分ご自身でほぐさないとか、ほぐせない、あんまりこう意識しない場所でもあると思うので、内側の股関節のあたりから筋肉に沿ってやっていきたいと思います。これも1の強度でやっていきます。この内転筋のあたりとかってあんまりこう自分でこうほぐすっていうか、あのマッサージとか行ったらね、ほぐしてもらうことあると思うんですけど、股関節のあたりからこの膝のあたりまでゆっくりこう動かしてあげて、あと膝周りの、あの私もそうですけど、膝周りが今痛くてこう膝のところ
が痛いから膝のところをギュッとなんずってやるっていうよりかは、あの膝周りって結局太ももの前側が張っていたりとかそういうこともあるので、その痛い箇所だけじゃなくて全体的にまんべんなくほぐしてあげることがいいと思うので、そのあたりも注意しながらやってみてください。結構フラットだったら本当全体的にこうほぐれる感じがします。これで2にやると結構ね、今音が変わって気づいたと思うんですけど、強度が全然変わってくるので、ご自身の強度に合わせて変えてもらうといいかなと思います。さっき言ったハイパーボルトプラスとかは、結構ウェイトをしっかりやってる方とかはハイパーボルトプラスでもっとちょっと強めな圧でほぐしているようなので、そのあたりは好みになると思います。あと次、お尻とか太ももの裏の、部分もやることができます。これも私はラウンドだったりクッションなんですけど、ラウンドにし、あ、クッションまだ使ってないので、じゃあクッションにします。これクッションタイプ、こうやってね、簡単に付け替えができるのでいいんですよね。お尻の部分からしっかりと外側も含めて、膝周り気になる方もこのあたり結構ほぐしてあげるといいので、この膝の周りだけではなくて太もも周り、そしてお尻の部分、臀部もしっかりとほぐしてあげる。私はだいたい1箇所に対して1分ぐらい、1箇所というか全体的にこう流す感じでやっているので、例えばお尻、太もも、太ももの裏1分間とかいう感じで、もう全然ほんと5分ぐらいあれば、箇所にもいますけど、あればもう全然ケアできちゃうので、ふーっとしっかりほぐしてあげる。なのでなんかこうマッサージに毎回毎回行くのが大変、まあ、時間もそうですし、お金もそうですし、かかってくるので、なんかこう自分で、そしてなんかこう手軽にできるケアとしてはすごくいいんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ皆さんにも使っていただきたいなと。別にPR とかではないので私が勝手に使っているアイテム紹介なんですけど、なんかおすすめできるなと思って今日紹介しています。ほい、こういう感じでお尻周り、太ももの裏も含めてケアができます。で、あとはふくらはぎとか、足裏で、これも、実際にこれフォークっていうのを使ってやっていきます。これも、このふくらはぎにこうはめ込むというか、こういう感じで私は普段使っているんですけど、ふくらはぎもね、手でマッサージしようとするとそんなにまあ効いてるけどっていう、でもなみたいな、なんかあんまり変わってないかなって思うこともあると思うんですけど、これだと結構なぐらい、ほぐれる感じがします。もうこれ多分私2とか3行くと結構強すぎるかなって思うので、私はもう1で十分だなと思います。これもなんかこう一つの箇所っていうよりかは、なるべくこう流しながらやるように使っています。で、足裏とかもほぐしてあげないとふくらはぎが張ってしまったりだとかしてくるので、この辺りもふくらはぎ、足裏としっかりとほぐすようにしています。こう膝のあたりからしっかりと、膝裏からしっかりとほぐすような感じでやっていきます。で、足底筋膜炎とかで悩んでいる方とかもいると思うんですけど、その方々もこのかかとの骨とかはちょっとやめて、しっかりと骨のところには注意しながら、これも足裏できるので、こういう感じでほぐしながらやってあげると、自分でこう足裏マッサージするよりもより細かくほぐしてくれる、ほぐしてくれるので、このあたりふくらはぎ、足裏も含めてやってあげるといいと思います。ほい、もう今この短時間で右側だけやったんですけど左側
となんとなくこう足を比べた時に張り感が全然違うっていう、これなので絶対に右側やったら左側もやるっていう、あの同じタイミングでやってないと多分あの全然足の軽さも変わってくるので、そこだけは皆さんも注意しながらやってみてください。あと実際に私自身が使ってみて思うことは、あの以前よりもケアはしたんだけれども、翌日になるとなんかまあストレッチぐらいだったらなんとなく疲労感が残っているかなっていうのが、実際にこのハイパーボルトを使うようになってからは翌日にもその疲労度がしっかりとなくなっている状態、私の感覚としてはあのそういうあの疲労があまり感じられないっていうのと、あと実際にこう血流が良くなるからか、なんだろう、むくみとかも比較的少ないんじゃないかなと思うので、そのあたりはやっぱなんかビフォーアフターじゃないですけれども違いを感じることができるので、あのすごくあの私自身は気に入っています。っていう感じで、今日はあの普段私が使っている足のケアという形、ケアの器具の、ご紹介をしたんですけれども、やっぱりせっかく走るんだったら楽しく走りたいし、安全に走りたい、そして怪我なく走りたいって思う方たくさんいると思うので、そのためにもしっかりとご自身でできるケアを大切にしていただけたらなと思います。またこういう商品とか普段自分が使っているもの、そして気になっているものとかもご紹介したいなと思っていますので、ぜひまたご覧いただけたらなと思います。またチャンネル登録と、あといいねボタンとコメントもお待ちしております。またお会いしましょう。